親父腹を立てるバージョンなんですけど、タイマセダポーンとかなんとかだポーンみたいなフェイスペインティングしたあの、ちょっとね、この間ね、ムカつくようなこうニュースがあって、いつものやつなんですけどね、またあの腹を立て親父腹を立てるバージョンなんですけど、道の駅クスというのがね、その、まあ、要は弱い者いじめですわ。生き物をね、猫に熱湯かけて殺したりとか、肛門をバーナーで炙ったりするのをね、動画に撮ってね、2チャンネルか5チャンネルか知らんけどね、そういうあのバカみたいな弱い者いじめ集団の間にね、見せて遊んでたっていうバカな大人がいたんですけどね、僕思うんですけど、こうよくいるじゃないですか、ひでえ犯罪する人いますよね、誰でもよかったっつってさ、誰でもよかったって人の命奪うやつね。この間もあったでしょ、あの窓ガラス石で割ったりとかね、あれさ、俺思うけどさ、誰でもよかったとか言ってさ、弁護士軍団とかはさ、よくあの精神鑑定がって言うじゃないですか、いるか。だってさ、あれじゃん、明らかに自分よくは弱い人しか狙ってないよね。ね、プロの方の車とかさ、行ってないわけでしょ。で、誰でもよかったっつってさ、自衛隊の駐屯地に殴り込みとかしないわけでしょ。テロもそうですわ、無差別テロとかね。いや、差別してるから、あいつら大っきり差別してるよ。軍事施設に突入とか言うならね、まだね、ほーんって根性入っちゃうやつよ、思うけど、いや、やっちゃいけんすけど、思うけども、ねえ、どうなん、結局自分よくは弱いものちゃんと見定めてんじゃん、そう思いません。誰でもよかったっつってさ、襲うのがさ、子供さんだったりとかさ、あの女性の方とかさ、高齢の方とか襲うわけでしょ。いや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 、ねえ、頭ちゃんとしてますよ彼ら。だから精神鑑定の必要はありません。ものすごく冷静ですね、僕はそう思いますけどね。こういうことをね、言うとね、またいけないのかもしれないけど、知ったことじゃないですよ本当。やっぱね、誰でもよかった、自分も死のうと思ったとかいうのがね、人を殺して自分も死のうと思ったって意味がわからんですよね。その自分も死のうと思ったっていうのは、まあそれはいいかもしれない、いや、よくはねえけど、勝手にし、でも正直なところ、勝手にやってくれってとこじゃないんです。なんか前それでね、そのなんだっけ、ニュースみたいな感じになってたりしたけれども、したけれども、僕はね、はっきり言いますよ、いや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 、ダメでしょ、一人で死ねよって。あ、これが問題になったやつか。いや、でも実際そうじゃない、誰でもよかったっていうのはね、やっぱね、納得できねえな。誰でもよくないですよ。あの某ね、ゼータガンダム、某ゼータガンダムで金色のモビルスーツにね、乗ったサングラスかけた人が言ってましたね、そんな権利がお前にあるのかと。いや、全くもってその通りですよね。ほんとね、腹立ちますよね、あのね、アメリカとかでもね、銃乱射とかあるじゃないですか、なぜ学校みたいな。いや、もう、ね、軍人に喧嘩売ってくれいいじゃねえかよ、プロフェッショナルによ。いや、ちょっとね、なんだかんだでさ、自分は助かりてえっていうのが見え見えやないですか、ね、でもさ、それまでね、全く関係なかったわけですよ、こうその誰でもよかったっていう、こうクソみたいな理由の標的にされた人はですね、普通に生活しててね、家族もあってさ、仕事もあってさ、友達もいてよ、やってたのに、そんなね、たった一人のね、ゴミみたいなわがままのせいでね、もう全て終わるんですよ。で、残された遺族にはね、本当にどうしようもない、やり場のない怒りしか残らないわけでしょ。これどうしたらいいんだよって思うんですよね。ね、本当、ちょっとどうかと思うぜ、ああいうのさ、精神鑑定の必要とか俺ねえと思うんだよな。
まああんまりくどくど言うとね、またね怒りがこみ上げてくるんでやめますけど、さあ小野江町ですね。いやー天気もいいしね、めっちゃ気持ちいいですわ。お仮面ライダーじゃないですか。なんで仮面ライダーなんだろう。まあいいや。なんかちょっとね秋の空みたいなね、夏みたいにこう青々とした感じじゃなくて、ちょっと、うん、綺麗な空ですよね。あ、龍門の滝だ。龍門の滝もあれだな、子供たち小さい頃来たな、うん、すんごいんですよこの滝ね。行かないんですけどいつものパターン行かないんですけど、行くことあったらねぜひ来てほしい。こっから行ってもいいな、どうしようかな、こっから行こう。やっぱりごめんなさい。わあ前の山綺麗だな。ここはあの日本一のなんか吊り橋かなんかがあるんですよね、もうちょっと行ったら。それがさ高所恐怖症だからね絶対行かねえですよ。もう行かねえとこばっかだけど行かねえっす。あーいい道だ。路面もね綺麗だよ、ガタガタしてない、うん、急にねあの行き先を変えてますけど、これがまあソロの面白いところですよね。はー高泉寺温泉か。今日温泉入って帰ったら多分あれだよね、湯冷めするよね。あれだっけ、あのなんとかだポーンとかないらっしゃいませだポーンとかなんとかだポーンみたいなフェイスペインティングしたあの狐とタヌキになりきってる店員さんがいるところってどっちから行くんだっけ。こっちじゃねえことだけは確かな気がするな。まあいいや。いや今回からあの新しいグッズを投入したんですよ新しいグッズって言っても某通販サイトで、780円で買ったシートバッグみたいなのねつけてるんですよ。で僕はあの要は日帰りがとかねショートツーリングはどうしても多めなので、タナックスとかでもねその大きいのを買ってもね泊まりにツーリングとか計画した時でいいかなぐらいの感じで買ってないんですよ。でいつもあのウエストバッグ、もうこれね僕の中で一番 NG なあのものだったんですけど、年を取ってくるとねやっぱねリュックとかよりもウエストバッグの方が楽やわなんかねちょっとねあのセンス的に嫌いだったんですけどね、でもまあ便利ですよ、うん、やっぱりちゃんと意味があるものなんだなっていうのを実感してね。ただ今日はそのシートバッグ780円のシートバッグをつけてるんで、あの身軽ですね。体に何もつけてない、荷物がついてない状況っていうのはね身軽でいいよね。あの780円の何回も言わなくていいけどバッグ落ちなきゃいいなっていうね、中に入ってるものの方が多分高いんでね、あのGoPro の予備電池とかが入ってるからね、そっちの方が高いから、まあ、落ちなきゃいいなみたいな感じなんですけどね。あなんかちょっと音こもってるな、あんまり低回転で走ってたからかぶってんのかな。まあいいや。あすいません、ありがとうございます。解き放たれてしまいましたね、まずいですね。でもワインディング久しぶりかも、ちょっと気合が入ってきた。
安全に走れる速度で行きましょう。どこがって話なんですけど、自分の中でですよ。あ、前に車いた。終了。こいつがね、780円のバッグなんですよ。結構しっかりしてる。あー、ちょっとやっぱかぶってんのかな。上げていくか。水温計もそんなに上がってるわけじゃないからね、熱だれしてるってわけじゃねえんでしょうけど。あーと、吊り橋が、10キロ。いかねえよー。うわー。ちょっと道に集中装置ながら集中してねえじゃん。いけんいけん。まだ死にたくねえからね。はい、もうちょっとアウトに行って、ここから。綺麗な道だなぁ。気持ちいい道だね。走りやすいわ。なんていう広域濃度とかなんだろうかね。すごいすごい。あー、なんかね、スカイライン的な感じですよ。うん、すすきだ。へー、秋だね。もみじ谷の湯、いいね。思いつきで走った道にしちゃなかなかいいんじゃない。観光客も今んとこ少ねえし。おお、気持ちいい。いいなあ、気持ちいい。おら、くわえー、あ、すげえスピード出てるまあいいや。町田バーネット牧場。あ、なんかあるのかな。やべえな、ちょっと気になるね。なんだろう、もう駐車場通り過ぎちゃった俺。あ、ここからも入れる。ちょっと行ってみよう。なんだろう、ウィこれやっぱやっとかないよね。ちょっと現在地高くて届かないけど、見えます？現在地、町田バーネット牧場。当然上が来たかと思いきや、上が北じゃねえんだ。はあ、あ、色彩ロードっていう道なんだ今通ってきたの。へえ、置いとこう、色彩ロード。心配ないよ、大丈夫、一人じゃないよ。